松永東10月15日から1968年1月22日は、日本の実業家、弁護士、弁理士、政治家、第45代衆議院議長、第79代文部大臣、埼玉市名誉市民、長崎県南高木郡北区市産村出身、松永道、広市の長男、聖家は農家であった、鎮西学院を卒業、 1905年、上京した。弁護士事務所の所生をしたり、新聞配達をした。早稲田実業学校出身。早稲田大学商科に学び中退した。また、日本大学に学び、法律の勉強をした。1911年、家督を相続した。弁護士試験に合格後弁護士、弁理士を開業した。傍ら、 武州鉄工所社長、武州ガス取締役を兼ねた。1922年、東京市会議員に当選、同副議長、同議長を務めた。1932年、第18回衆議院議員総選挙に、旧埼玉一区から立憲民政党公認で立候補し初当選。以後当選9回、抑制会成長内務、農林県務委員などを務めた。戦後、 公職追放となった。追放解除後の1952年、第25回衆議院議員総選挙にて、衆議院、埼玉1区から衆議院議員選挙に出馬し、当選、カムバックを果たす。鳩山一郎、三木武吉らと行動を共にして、文党派自由党に加わって、吉田茂ら自由党主流派に対抗、文自党の多くが自由党に復帰しても、三木、 河野一郎らととともに復党せず、日本自由党に加わった。その後日本民主党結成に関わり、民主党による鳩山政権が成立した直後の1954年12月11日に第45代衆議院議長に就任。しかし、翌1955年1月24日に衆議院解散となったことでわずか1ヶ月少しで議長を退く。 1957年、第二次元内閣で文部大臣に就任。翌58年、民族意識や愛国心の高用のために道義に関する独立した教科を設けたいと道徳教育を科目化した。1963年の第30回衆議院議員総選挙で落選し、政界を引退した。養子の光が後を継いで衆議院議員となった。 1968年1月22日、80歳で死亡。早稲田大学唱科を中途退学した理由は下車を払わず、そのうち学籍を抜かれたたためである。1924年5月、総選挙に際し、京里長崎県第四区から立候補して、中原西川を追うが、途中病気のためこれを断念し、地気のためにとを譲ったので、京都から惜しまれた。 背丈は低く小さかった。五尺そこそこだった。気楽に富み、ことが起こると、早草ぶさのような勢いを示して処理した。趣味は、テニス、囲碁。宗教は、新言宗創日の後輩でもある、大貞春が、国体の国籍規定により、静岡国体の高校野球に出場できなかったとき、 創日野球部の顧問が松永に王を出場させてくれと頼むも、松永は、私としては、心情的に王君を出場させてやりたい。しかし、文部大臣で法律を守らなければいけない立場にいる。以上、泣いてでも王君を出場させることはできない。と断ったエピソードが、近藤結乃の著書で取り上げられている。住所は、東京都文京区江戸川町、埼玉県浦足岸持 松永家のルーツについて、松永光によれば、松永姓は、主として、唐津付近に多い。唐津藩の模範農民として、島原半島に移っていったというふうに伝えられている。私どもの先祖はおそらく、島原の乱以後、島原半島に住み着いた百姓でありました。松永家がある、島原半島の西側は崖になっており、 農耕地が少なく非常に貧しい地域だった。松永家はそれほど豊かな家ではなかった。という。松永東の祖,祖父は東を何とかして学校の先生にしよう。と考えていたが、東自身は学校の先生には向かないから何とかして東京に行こう。と考えていたという。ありがとうございます。